冬の全国高校総体、インターハイイコール全国交代連など主催、読売新聞社共催の第73回スピードスケート選手権とフィギュアスケート選手権大会は19日、岐阜県江那市でスピードスケート女子3000メートルと男女各1000メートル、茨城県日立中市でフィギュアスケート女子予選 B 組と男子予選がそれぞれ行われた。大阪府勢は、 フィギュア女子 B 組で大阪成形女の本田ジュリア選手。1年が25位。高月北の木下大岡選手。1年が33位だった。フィギュア男子は、広葉大の浅香俊太郎選手。3年が3位。聖佐国際大阪の森本良賀選手。2年が5位など4人が決勝に進出した。ソルトレイクシティ五輪4位で父親の本田武史さん。 42と演技直前、剣を突き合わせる、グータッチ、推し、情感豊かにリンクを待った。幼い頃にアイスショーで躍動するたけしさんの姿に心を動かされた。父のように、見る人を楽しませるスケーターになりたい、と、5歳頃からスケートを始めた。ただ、ジャンプ、は苦手意識があった。昨週の地方大会では、ジャンプのミスが響いて予選で敗退。 それでもインターハイに向けて関西大学高槻アイスアリーナでほぼ毎日練習を重ねてきた。ジャンプは何も考えなくても飛べるのが大事。たけしさんからアドバイスを受け2連続ジャンプを複数回成功させるまで練習を重ね体に染み込ませた。この日は中盤の2回転の連続ジャンプは回転不足となったもののなんとか耐えて着氷。ミスが出たけれど 楽しんで踊ることができた、と手応えを感じたようだった。